髪の毛とお洋服と着替えて準備完了しました。今日の予定はお昼からベルギーにある日本大使館にまず行って、免許証の申請のために必要な書類を取りに行きます。でその後お友達 とあるアーティストの方のエキシビジョンに行って、まあ、その後多分ちょっとお茶とかして一旦帰ってきて、その後またそのお友達と一緒にダンスのレッスンに行く予定です。今日の一日を撮りたいなと思います。なんか先週まですごい天気が良くて暖かいし晴れの日が多かったんですけど、また今週からちょっと天気も悪いし、普通にまだ寒い、冬のコートをまだ着てます。日本は多分もう25度ぐらいあって、なんかみんなのインスタとか見ててもお洋服がだんだん春服とか中はもう夏服とかになってて羨ましいなと思いながら見てます。早く、本当にこっちは晴れたらマジで最高なので、早く晴れの日が続いてほしいなと思います。あとまだアクセサリーつけてなかったのでつけます、つけたいと思います。アクセサリーはだいたい自分のブランドの青のものをつけることがほとんどです。まずはイヤーカフ、イヤーカフはだいたい毎日つけてます。今日はこの下のやつはリングにもなるんですけど、結構大きめのイヤーカフと上はゴールドのイヤーカフを重ね付けしてます。で今日は今日会うお友達からプレゼントしてもらったフィリピンのお土産でプレゼントしてもらったプレゼントしてもらったこのパールのピ
ピアスを今日はせっかくなのでつけたいと思います。こんな感じ、かわいい。で、最近よく私のインスタグラムでも出てくると思うんですけど、2人めっちゃ仲いい子がいて、で、1人は台湾人の子で、もう1人はフィリピン出身の子で、今日はそのフィリピン出身のキアラっていう子と一緒にエキシビジョンに行って、ダンスも一緒に行く予定です。で、台湾出身のヘイリーっていう子は今日はお仕事があって一緒に来れないんですけど、だいたいいつも3人と、あとはヒロシとキアラの旦那さんのセブと5人で一緒にご飯行くこととかが多いです。先週の日曜日も5人でご飯行きました。そうで、なんかこっちでなかなか友達ができなくって、結構それが悩みだったというか、その2人と仲良くなってからは楽しいし、なんか英語ももっと頑張ろうっていう風にすごい思えて、めっちゃ出会えてよかったなって本当に思ってます。なかなか、なんか日本にいた時は友達なんてすぐできるかっていう風に思ってたんですけど、なんか学生じゃないし結構難しいなっていうのは思ってます。なので、なんか友達ができてもやっぱここまで気が合うというか、好きなものが一緒とか同じような価値観を持ってる友達ってなかなか出会えないなと思うので、本当に2人には出会えてよかったなって思うし、これからもずっと仲良くしたいし、なんかよく3人ってみんなで言ってるのは、日本とフィリピンと台湾と一緒に旅行しようねっていう話とかしてて、なんかその2人となんかこれから面白いことができたらいいなっていうのも考えてます。そう、本当に2人と仲良くなってからなんかすごい楽しくなりました。そう、なんかね、本当に難しいんだよね、こっちで友達作るの。私特に英語ができないし、なんか英語ができる友達でもやっぱりこの年齢になって友達を作るって結構難しいってみんな言ってる中で、私はこんなに英語ができないのにこんなに気が合う友達と出会えて本当に幸せ者だなって思ってます。はい、ちょっと喋ってる間にリングつけたんですけど、これもいつもつけてるレッカーリング、上がレッカーリングで、下は以前販売していたものなんですけど、それを重ね付けしてます。これをよくします。で、あとこっちはこの真ん中につけてるストーンリングは、青の一番最初にオンラインをオープンした時に販売してたもので、このこっち側は上がセンドリング、これがセンドリングで、下はこれは自分で一番最初にジュエリーを自分で作った時のものです。まあ、これがきっかけで青を始めようっていう風になった思い出のリングです。あとはこれは1年前ぐらいのポップアップで限定商品で出したハートのネックレス、これは結構なんかインパクトあるし、なんだろう、可愛くなりすぎないので、最近またよくつけてます。お気に入りです。こんな感じです。青は今オンライン閉めてるんですけど、またどっかのタイミングでは、どっかのタイミングで今年どっかのタイミングでは多分オンライン1回はオープンしたいなとは思ってるので、ぜひまたチェックしてください。ちょっとじゃあ大使館行くまでまだ時間があるので英語の勉強します。
ま、オンラインの英会話終わりました。私が今日やったのは、このオンライン英会話30分、約30分の英会話と、その前にあのシャドーイングをしてます。あとはあの朝毎日ジャーナリングをしてるんですけど、時間があるときはジャーナリングした後にそれを英語に訳してみる、自分でっていうのもやってます。なかなかやっぱ英語使う機会がなくて、なんか海外に住んでるからって英語を使う機会ってそんなにやっぱ自分で作らないとないので、まあ、こうやってできるだけ毎日30分でもいいから英語を使うとかはするようにしてます。やっぱりこうこっちでの現地の友達と喋る機会って本当週に1回とかあるかないかぐらいで、まあ、カフェとか行って買い物とか行っても同じ言葉、同じようなその言葉しか使わないので、できるだけこうあのオンラインレッスンで自分が思っていることとかを、まあ、伝えれるように練習してます。本当に英語難しい。私は結構英語が、こっちに来て一番英語が苦戦してます。頑張らないと。今日のお昼ご飯は昨日の残り物を食べます。お味噌汁とサラダと、あとは鶏肉とキャベツを炒めたもの、あとはご飯。今日の服はこのヒロシのジャケットに、中はショート丈のトップス、シンプルなトップスに、これもヒロシのパンツに、いつも履いてるニューバランスのスニーカーにグリーンのバッグです。こんな感じ、カジュアルです。行ってきまーす。今大使館に行ってきました。こっちでの運転免許証を作るためにまずは、日本の運転免許証の、翻訳をしてもらわないといけなくて、フランス語に。なのでそれの、依頼を今日してきて、来週取りに行って、その後あの市役所に申請しに行って、あとその2週間後ぐらいにあのこっちの運転免許証がゲットできるっていう流れみたいです。今からルイーズの方に向かいます。
friend Kiara. Hi. たちが誘ってくれたエキシビジョンに一緒に行ってきました。でその行ったエキシビジョンがめっちゃ可愛くてめっちゃ良かったですけど、なんかそのテーマがドリーミーピクニックって言ってなんかピクニックをイメージしていろんなアイテムを作ったみたいなんですけど、なんか粘土から作ったものとあとは絵も描いてて、なんか色使いとかめっちゃすごい可愛くって、なんかその置いてるものが花瓶とかあとお皿とかもあって、なんかそれ以外にもなんかレモンのオブジェとかムール貝もあって、なんかムール貝の中まですごいめっちゃ細かく作られててすごかった、めっちゃ良かった。本当に世界観とかがめっちゃ良かった。本当にテーマコンセプト通り、キアラとかもまさにそのインスピレーションを受けてたんじゃない。なんかもっと痛かったねみたいな感じで話してた。その後友達とカフェで2時間ぐらい喋って家に帰ってきて、ヒロシと一緒にご飯を作って食べて今です。今日は本当はダンスのレッスンに一緒に行く予定だったんですけど、まさかのレッスンが休校だったので結局行きませんでした。朝行くって喋ったんだけど、今日はめっちゃ楽しい。カフェ行ったんだ。めっちゃ楽しかった。もともとカフェは行こうみたいに言ってたんだけど、まあ、でもなくなったからゆっくりできた。英語も喋って、友達とも遊んで、いい時間でした。寝ようか。寝ます。おやすみなさい。おやすみ。